叩き方ですね。右手、ポイントはここは高さが同じになることがポイントです。なのでこうずれちゃうとあんまり良くないです。でもだいたいこう同じくらいになるように練習していきます。右手、で今鏡のようにやってるんで、まあ、こっちが右手と思ってください。なので鏡のようにできます。はい、でいつも実はやってます。はい、ハットバーですね。まあ、鏡のようは皆さんに分かりやすいようにってやってます。そうすると手をこう交差したときにこっちが当たりづらくなるっていうイメージはこういう感じですね。同じだけこうで叩くっていう。はい、以上になります。じゃあ後で